リエイダ。リエイダ、IPA、J、またはレリダ、は、スペイン・カタルーニャ州、リエイダ県のムニシピ、基礎自治体。リエイダ県の県都であり、セグリアー郡の中心都市である。主要産業は70%以上の従業者がいる、サービス業であり、ついで製造業が盛んである。住民故障は、リイダタ、タナ、イエイダタイエイダタナ。 カタツムリ料理が有名な美食の町として知られる。リエイダは、その始まりから征服者の自役による異なる地名を持つ。リベリア人には、イルティルダ、イルティルタ、ローマ時代は、イレルダ、イラーダ、イスラム時代は、ラリダ、ラリダ、中世には、レーダ、レダであった。その後スペイン語での名称をレリダで呼ばれることが長く、続いたが、現在の自治体の正式名称は、 カタルーニャ語のリエイダである。1978年7月、スペイン中央政府より、カタルーニャ州政府に対して、自治体の名称変更を可能にするをお礼に1 1 5 1978が与えられ、1980年6月自治体名称を、デリードから、イエダに変更することが決せれた。1992年6月には、同自治体を県討と,とする県名の変更が、 スペイン国会で承認された。イベリア人の一部族、イレルガテスの町イルティルタ、イルティルタがあった。インディビルとマンドニオという戦士の名が有名で、彼らはカルタゴと同盟し、ローマに抵抗した。紀元前215年に、事態は決定的となった。ハンニバルの弟、ハスドルバルが、ローマ軍の前に敗れたエブロガーの戦いは、まさにこの地で起きた。 カルタゴの同盟者であったイベリア人はこの年以降ローマに従属するようになった。紀元前195年、コンスルのマルクスカトによってイレルガテス、ラケタニ、アウセタニの諸部族が起こした暴動は制圧された。第二次ポエニ戦争の敗戦はローマ文明との同化をもたらした。紀元前49年、ユリウス・カイサルは グナエウス・ポンペイウスに対するゲリラ戦をしていたイルティルタを解放したイレルダのイ、ローマ人によってイレルダ、イラーダの名に変えられ、俗州ヒスパニアタラコネンシスの一部となった。この土地は歴史的にも地理的にも重要であった。町はセグラ川、エブロ川第一の支流の沿にあり、セグラ川とシンカ川の合流地点の上流に位置していた。 残っている資料が乏しいために375年から716年までの西ゴート時代は暗黒時代とされている。714年、イベリア半島全体と同じようにイレルダワイスラム教徒によって攻撃された。716年、または719年にイレルダワイスラム軍に降伏した。後にアラゴン地方の有力者フォルトゥンが 自らの勢力維持のために改修して、イスラム教徒になり、イレルダの復従に協力した。フランク王、ルイ・セイオンが901年に、ラリダを略奪した。しかし802年から809年の間に、自分の領土を取り戻すことになる、アルイコール・レリディは、わずか数日でラリダを奪還した。これらの小さな小ゼリアイは、最終的には、 移住を強いられることになるモサラベたちへの困難な取扱いを引き起こした。旧世紀になると、コルドバのアミールへの忠誠を誓うふりをしながらも、大破王国が成立した。ラリーダ最後の王は、1102年に、ムラービト長によって廃位されたスレーマーンであった。1149年、ラリーダは、バルセロナハクラモンバランゲイ四世とウルジェイ博。 エルメンゴル四世が率いるキリスト教軍によって征服された。1246年、アラゴン王・ジャウマ征服王がリエイダニ・パエリア、現在の自治組織の基礎となるを授けた。1332年、ハイメ二世は、イエーダに、サンミゲル祭りの市場を開く特権を与えた。1297年、ローマ教皇母ニファティウス八世の教書のために、有名なヘネラル・エス・トゥデイ。 ゼネラルエストディがジャウマ2世によって創建された。これはアラゴン王国最古の大学で1717 17年にフェリペ5世がカタルーニャの大学廃止を命じるまで存続した。その後の数世紀、戦争と薬病の流行でリエイダの交代が決定的となり、1640年から1652年の戦争ではそれが最高潮に達した。 リエイダワスタで、フェリペ5世は廃墟と化した中にリエイダを見つけ、最終的に1714年の新国家基本法によってリエイダはその司法権と大学を失った。18世紀の間リエイダはその重要性や都市の大きさを取り戻した。カルロス3世時代には信頼制度が建てられた。19世紀初頭 ナポレオン戦争やスペイン独立戦争で、イエーダは新たな侵略を受けた。旧大制度は1797年以降の流行、18世紀末にフランス革命思想がカタルーニャイ広まったためで閉じられた。旧大制度は弊社に変えられた。鉄道が敷かれたのは1860年だった。2007年時点でセグラ川には7つの橋がかかっており、 うち四つが自動車橋、一つが鉄道橋、二つが歩道橋である。リエイダには、サッカークラブとして UE リエイダがあり、バスケットボールクラブとしてリエイダバスケットがある。自治体市長は PSCPM、プログレイミュニセプル、カタルーニャ社会党を中心とした連合体のアンジェルロスドミング、エインジェルロスドミンゴで、自治体表議員は PSCPM。 15、集中と統一、茶、6、カタルーニャ国民党、6となっている、2011年5月22日の自治体選挙結果、得票順。リエイダは、リエイダ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。リエイダは、地中海性気候であるが、エブロ川谷に位置するため大陸性の特徴を持つ。冬は、湿度が高く非常に寒い。夏は暑く。 雨の不足や夏の干ばずを伴う。その年によって、冬は摂氏0度以下、夏は摂氏40度以上を記録するのは不思議なことではない。冬の間、セグラ川谷で発生する霧が特徴である。リエイ川古くから交通の要所として栄え、バルセロナ、タラゴナといった地中海都市に加え、バルデボンやアンドラ公国といったピレネー山脈の 山岳リゾートへのアクセスが非常に良い。フランスにも近いことから、ピレネー山脈を越えトゥールーズなどへの旅行も容易である。自動車専用道路 A-2 と高速道路 AP-2 が、マドリード、バルセロナ、サラゴサを結んでいる。現在ウエスカ方面を結ぶ高速道路を新たに建設中。リエイダ・ピリネウス駅、アスタチオで家がピリニアスには、 スペイン高速鉄道、アブが通っており、マドリードから、グアダラハラ、カラタユー、サラゴサ、リエイダ、タラゴナを結んでいる。この鉄道は2008年にバルセロナまで開通した。また同駅には、カタルーニャ公営鉄道の路線イエダ、ポブラデセガー、リエイダ・ポブラデセグーモア。現在、リエイダ近郊線として新たに3路線を付設する、プロジェクトがあり、バラゲーなどと接続する予定。 2010年、西カタルーニャとアンドラ公国の主要空港として、リエイダイコールワルガイア空港がオープン。チャーター便のほか、市中海都市パルマデマヨルカへの定期便を運行している。街の中心地から 15km 北に所在する。市内バス23路線のほか、夜間バスや観光バスがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。